神戸新交通8000型電車。神戸新交通8000型電車。神戸新交通8000型電車は、神戸新交通ポートアイランド線、ポートライナーに所属していた AGT、新交通システムの車両である。1981年、昭和56年2月5日のポートライナー、開業時から営業運行を開始した。8000型の形式称号は、 80年代の新型車両であることに由来する。開業と同年に開催された神戸、ポートアイランド博覧会の愛称が、ポートピア81であり、博覧会の交通手段となる、この車両の片側先頭車両が、81となるように合わせられた。車両の製造元である川崎重工業が開発していた、KCV をベースにしたため、不審式点手機に対応した。 案内輪を車両の両サイドに設置している。このタイプに対応したエイジティ車両は8000型と2000型2020型のみである。第一編成は1980年4月に中府島車両基地へ搬入され、5月27日から試運転が開始された。翌年の営業運行開始から28年以上に渡り活躍した。 外装はアルミ製で直線状の車体。塗装はクリーム色をベースカラーとし、コーポレートカラーであるグリーンのラインを巻いている。前面中央に折りたたみはしご付きの非常用、貫通扉を配置。貫通扉を挟んで右側には相性。左側には、車名のロゴが入っている。側面中央に開口幅 1400mm の両開き、上高扉を一つずつ配置している。 すべての扉は自動制御で、と閉を行うために、と強検知機能及びと閉保安機能がついている。各車両の側面上部左端に換気口が一つずつ、ある。側窓は、運転席横の窓ガラスを除いて内折れ式の窓ガラスで、上部3分の一が内側に開く。安全対策のため少ししか開かないようになっている。運転席横の窓ガラスのみ。 横2枚構造で、先頭側が横に開くようになっている。通常は施錠され開かない。同時期に開業した大阪市交通局南港、ポートタウン線、こちらも海浜部を走るの100軽車用は、普通構成だったことがわざいし、沿外により2001年、平成13年までに全て廃車となっており、車体の構造が明暗を分けた格好である。 中間車のみ電動機を装備する 4M2T であり、車両制御装置はサイリスタ・レオナード制御。立行指令は電圧指令。台車は独立喧嘩式のステアリング台車を採用。終電装置は川崎重工製の三線バネ圧式が採用され、中間に車両を除いた4車両の付随台車にオレンジ色のアームを3つずつ搭載している。走行車輪。 案内車輪ともにパンク防止のためにウレタン充填ゴムタイヤが採用された。なお、六甲アイランド線、六甲ライナー用の線型以降は中越式機体入りゴムタイヤに変更されている。通常は自動列車運転装置と自動列車制御装置 ATC により自動運転が行われている。車内幅は2、145mm、車内項は維持。 9 9 0ト、mm、ルである。内装は、不燃性 FRP で、アイボリーの内壁、薄い朱色のパターンの柄がある床が採用。座席は、ブルー系表地の5人掛けロングシートが設置されている。上高ドア付近の天井には、釣り革の代わりとなるパイプが、ロングシート付近には、釣り革が設置されている。荷物棚はない代わりに、中間車両端部と、 戦闘車両運転台横にあるモニタ装置、収納箱上部を荷物置き場としている。黒の受話器型の通話装置と非常ボタンが各車両に設置されている。オーバーロード検知装置により車両が運行できないほど大幅に定員超過するとブザーが鳴るとともに天井中央部の定員超過ランプが点灯するようになっていた。戦闘車両には運転席があり、 普段は無人運転を行う路線で走行する車両なので乗務員室等はなく誰でも運転席に座ることができる。ただし運転台は施錠されており開けることはできない。優先座席はせずりに大型のピクトグラムが描かれており存在が明確になっている。扉が開閉する直前にドアブザーが明動するようになっている。また、 交通バリアフリー法に基づいて製造された2000型に合わせて8000型にも順次車椅子スペースを設置し全乗降扉上には日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語に対応した3色 LD 式の車内案内表示装置を設置扉開予告表示等がその両隣にある車両番号の付与方法は1000の位で8000型を表す8を 100の位で号車番号を10並びに1の位で編成番号を示す。2006年4月1日現在、なお、統計式が運用されていたポートアイランド線では運用によっては三宮駅に到着するたびに車両の向きが変わるため車両の向きは一定していない。二千六年平成十八年に神戸空港開港に伴う輸送力増強用として、 新型車両2000型を導入した。この時点では本形式の代替はなされなかったが、開業当初から、海品部という特殊環境下で走り続けていることから、2008年、平成20年度から3年間かけて、全車両を2000型に置き換えることが決定した。その後、塩害による機器の故障が頻発したことなどから、当初の予定より早く2009年、 平成21年11月8日に営業運転を終了することが発表された。同年10月31日から11月7日まで、さよなら運転として、三宮駅神戸区公駅、もしくは、中府東駅間を臨時列車として運転し、後見記念乗車券も発売され、11月8日に最後の1編成である、第06編成が、 三宮神戸空港間を臨時列車として運転し、営業運転を終了した。8000型はすべての編成が1980年、昭和55年に製造されており、そこからの増備は一切行われていない。すべて川崎重工業で製造された。8000型のトップナンバーの先頭車である、KNT-8101 と中間車の KNT-8201 が中不当車両基地で生体保存されている。通常は非公開であるが2014年11月9日に開催されたポートライナーエースティバル2014で初めて公開された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。